はい、こんにちは、金子でございます。ということで今日なんですけども、現在朝の4時半ですね。ちょいと明るくなってきたこの時間に一体何をするのかと言いますとですね、今日はクエ釣りに行きたいなと思います。以前一回行ったことあるんですけど、まだお顔は見れておりません。というのはですね、クエっていうのはまあ本当そんな釣れるもんじゃないんですよ。確率的に言うと船を10回出して1回上がればまあいい方かなと、確率は 10% っていうところなんですよね。で今日すごく天気が良くて波も風もないということなのでね、ちょっとチャレンジしに行きたいなと思います。でクエは釣れないんですけど、ウツボはめちゃくちゃ釣れるんで、まあ最悪クエ釣れんくてもウツボを使った料理を作っていきたいなと思います。よし、じゃあまあそろそろ船も来ますんで、船に乗って現地まで行きたいと思います。それじゃあ移動。はい、着いたよということで、今からクエを釣っていくんですけど、もうやっぱタックルがゴリゴリだね。もうなんかマグロでも釣るんですかっていうぐらいのこの金色に輝くデカリールと、この太い竿ですね。これ結構柔らかいんです。クエは硬い竿だと餌食った時に弾いちゃって取れちゃうらしいんですよ。なんで柔らかい竿がいいらしいですね。ほんで重りがこれが200号っていうんですか。ほんで針がこれすごいですよね。でこれに餌をつけてクエを待つということでございます。で餌がですね、船長さんが用意してくださってるこうやってサバですね。いっぱいサバがあります。まあこれで狙っていくんですけども、僕もね自分で買ってきました。まずこちら鉄板ですよね。イワシ、マイワシですね。であとこれキハダマグロ、贅沢ですよね。でなんかマグロ釣れそうだなと思って、でマグロでもねちょっとまあもったいないもんで、ちょっと筋のとこを買ってきました。で個人的にこれ多分釣れると思って、ケンサキイカ、クエはねイカも大好物なんでこれは釣れると思う。じゃあやっていきましょう。まずはこの大本命ケンサキからいきましょうか。ケンサキはこうできるだけ先っぽにちょんがけでいきます。うっしゅ、これでうわーもうすごいなこんな釣り。さあじゃあイカちゃんに行ってきてもらいますか。いってらっしゃい。水深が 30m ですね。さあでまずはウツボを釣らないと話にならないらしいですね。ウツボが釣れてほんでクエの活性が上がってくると、そんなイメージ。そこまでついたらでちょっと上げると、よしもうこれで待つ釣りで、当たりが来たら上げると。よし、なので当たりまで移動。針だね。いや針か、そうだと思うんだけど、そうグリグリグリって今出てきたんだけど、また入ってきた。クエの可能性はゼロではない。ゼロではない、ゼロではない。あ、なんかおるぞ。いや、おらんか。あ、でもなんか、どうなんだこれ。はい、重り来ました。お、おる、なんかおる。嘘、嘘だ、ガチで釣った。釣れたんだけど、ぬるっとクエ釣ったんだけど。朝一、だって1時間もやってないですよまだ。マジ、しかも食べるにちょうどいいじゃんこのサイズ。シャー、ケンサキイカがクエになって帰ってきた。もう満足なんでもう帰ります。今日はそれじゃあ帰宅、料理が楽しみだ。ただいまということで帰ってまいりました。いやまさか本当に釣れるとは思いませんでした。サイズはちょっと小ぶりなんですけど、クエはクエですからね。1本1000円のこのぐらいあるケンサキイカをガブッと食べたわけですからね。この小ささが、うわかっこいいな。クエほんといい魚だわ。この牙ね鋭いですよね。ぐわっとこの口で食べるんですよ。船長さんも最初ウツボかなと思っとったみたいなんですよ。でも何回もね根に潜られたんですよね。潜られては引っ張って、潜られては引っ張ってやってたんで、頭もこうやって擦れちゃってますし、ボディもね擦れがついてます。岩から無理やり引っ張り出したんです。そんな奇跡の一匹、まず重さから測りましょうか。どうだろうこれ、3キロないぐらいかもな。うん、2.5 キロですね。釣れた時はまあちょっと大きいかなと思ったんですけど、やっぱり家持ち帰ると小さくなりますね、魚っていうのは。不思議なもんでね。で、大きさが55センチですね。多分これ九州の方とかだと、堤防からとか狙えるサイズなんだろうな。羨ましい。よし、そしたら今日はこちらの自分で釣ってきたクエを使って、クエの姿作りを作っていきたいと思います。もうこのぐらいのサイズだったらもう姿作りでしょう。で、まだこれプリプリなんです。釣ってきたばっか で絶対に寝かした方がうまいんで2日寝かします。1週間とかは寝かしません。もう2日ぐらいで鮮度は残りつつ身がちょっとしっかりしてきたぐらい、そのぐらいでいただきたいなと思います。まずお腹割る前に鱗取っちゃいますね。今日はすき引きではなくて普通に鱗かきで取っていきます。このぐらいのサイズだったらね鱗かきで大丈夫ですね。
本当は姿作りと少し身が余ったらなんか汁物も作りたいんだよな。お鍋とか理想的には片身お刺身片身お鍋、これが理想ですね。まあ2日寝かしてるうちに気分も変わるかもしれないんでね。とりあえず今のプラン的には姿作り、そして身が余ったらお鍋でいきましょうか。でね、今日クエ釣りはやっててめちゃ楽しい。俺あの釣り好きかも。ジギングみたいにいろんなところに船を回して魚を追いかける釣りじゃないんですよね。一箇所に留まってしっかり錨を打ってでその場所で狙っていくっていう釣りなんで結構好きですね。騒がしくなくてのんびりできる釣り、それに程よくね下道のウツボも連れてくれるんで飽きない。クエ釣りめっちゃ楽しい。あいつかな、20キロくらいのやつ釣りたいな。もう一回ね多分クエはリベンジしに行くと思います。ではお腹割っていきますね。お腹の中身は何でしょう。おお、うわこれやっぱいいクエだったな。上がってきたの見てねうまそうだなと思ったんですよね。でエラも切っちゃいます。ギュッギュッギュッと、はい、内臓が出てきました。素晴らしいクオリティですよ。これは小さいけどほら内臓脂肪たっぷりですね。うまそう。これは物いいわ。あそこら辺はいい魚がいっぱいおるんだろうな。そしたら血合いを書いてブラシでゴシゴシと、はい、セミドレス状になりました。そしたらですねこちら水気をしっかり取ってピチッと袋に入れまして、で氷の中で2日間冷やし込んでいきたいと思います。よし、じゃあ2日後に移動。はい、というわけで2日経過しました。時間はきっちり守るよ。じゃーん、おーほ、いい感じ。しっかり下身になっておりますよ。じゃあこちらメインキッチンで騒いでいきたいと思います。さてどんな感じかな。もう真空機めっちゃ便利ですね。ピタッと密着させることでより綺麗に熟成させれます。おーいいですね、いいいいいい。うわーめっちゃうまそう。これお腹の感じ素晴らしいですよ。そしたらぬめりを取っていきます。でこれクエとか畑のお魚全般に言えるんですけど、このねエラブタですね、ここすげえカミソリみたいになってて、ほんと手がシュッて当たるだけでえぐれちゃうんですよね。なんでクエのここ頭めっちゃ気をつけてください。スズキとかもそうなんですけど、俺ねクエが一番やべえと思うんだ。ただ鋭いだけじゃなくてこうギザギザがあるんですよね。より食い込むというか、なんで頭持つときはグンってするとかこうペーパーでこう持つとか、そうしたらんとめちゃくちゃ危ない。でそれにヌルヌル系なんでね、思わぬ事故が発生しやすい。結構危ない魚ですね。まあでもこのぐらいのサイズだととてもさばきやすいですよね。ちょっと今日は軍手しますね。ほんと畑の魚さばくときは軍手した方がいいです。よし、じゃあさばいていきます。今日は姿作りなんで頭を落としたまま下ろしていきますね。いやほんとねこれ姿作り用サイズなんですよね。ちなみに人生初のクエですから一番最初はこのぐらいのサイズでいいんですよ。どしょっぱつからね20キロ30キロ釣っちゃうとね、もういきなりゴールしちゃった感じがあるんで、もう最初はこんなもんからでいいです。もう僕クエ釣り用のタックルも買います。釣り具屋さんに取り寄せてもらってるんでね。めちゃくちゃ高いですけどね、ロットだけで20万ぐらいしますね。リールも20万ぐらいするんでめちゃくちゃ高いんですけど、もうそのぐらい僕ちょっと今回ね魅了されましたね。クエ釣り面白い。お金はかかるけどね、餌だってバカになんないですからね。釣って楽しい、そして食べて美味しい、そんな釣りのもう最上級じゃないですか、クエ釣りなんて。でちょっと尻尾のところは残しておきましょうね。ほら、あ、いい身ですね、美味しそう。でこちら側も同じようにおろしていきます。一本ここに入れます。なんでここ残すかというと姿作りなんで尻尾の肉がちょっとあった方がより躍動感みたいなのが出るんですよね。ここがね、そがれちゃってると、なんか見るからになんか死んだ魚って感じになっちゃうんですよ。ちょっと身を残しとくことがポイントなんですよね。まあ、ちょっともったいないなと思うんですけど、まあ、綺麗に作るにはそうした方がいいですね。まあ、骨も姿作り食べ終わった後にお味噌汁とかお鍋とかにできますんでね。やっぱ捌きやすいな、このぐらいのサイズだと。いくら食えと言えども。はい、こんな感じ。じゃあこの段階まで来たらもう軍手取ってよし。鍋も作ろうかなと思ったんですけど、刺身でいきます。あんまりにも物が良さそうだし。家族もね、刺身で食べたいという意見が多かったんで。また鍋はね、おっきいやつが釣れたら、クエ鍋やりますわ。今日はもう姿作り。ほら。ちゃんとこのね、ここ。ここと、ここ。油溜まってますよね。これいい魚の証拠。もう畑でこことここに油が溜まってるのは、最高の魚ですね。もううまいのが、もう約束されてます。しかもクエでしょ。
これね、冬場に買ったらこの大きさでも1万円以上すると思いますよ。キロ5000円、6000円は下らないと思います。クエってどうなんですかね、旬は。一年中釣れて一年中美味しいっていうイメージあるんですよね。でも冬だけのものじゃないっていう、そんなイメージありますね。でまたこのね、梅雨時期になってくると魚うまいんですよね。油乗ってくるんですよ。そしたら血合い骨をカットして取っていきます。わ、本当に身の感じが素晴らしいですね。僕の好みの身の感じ。さあ、そしたら皮引いていきます。クエの皮は硬いので簡単に剥げますよ。できるだけ皮目を残してね。よっと、あ、完璧ですね。じゃん、ほら、このね、ちゃんと皮のとこにも油びっちりで、この縁側も油あってうまいですよ。なんか黒いな、なにこれ。なんか縁側に黒い点々がいっぱいありますね。なんだこれ。はい、やっぱ入っとんな。なんでしょうねこれ。たまにあるんですよねこういうの。おそらく食べてもそんな害はないと思うんですけど、まあ一応刺身にするときは避けますか。残念、縁側美味しそうだったけどな。この下の方の縁側にはついてないことを祈る。はい、お、ついてない。あ、こっちもついてない。はい、このようにおろし終わりましたと。そしたらこの腹骨はうまそうなんで、ちょっとお吸い物にしますか。僕の今作成中のだしパック、ごめんなさいね、まだ発売前なのにこんなに動画で紹介しちゃって。でも動画でこんなにたくさん使いたくなっちゃうぐらい、ほんと使いやすくてうまいんですよ。ぜひ発売したらお手に取って試してみてほしいですね。すごくいいお出汁が取れますよ。でもここに入れちゃう。よいしょ。で、ティースプーン一杯のお醤油。これで美味しいお吸い物が完成。もう簡単。よし、そしたら氷を敷き詰めたら、ここにクエのお頭を立てていきます。よいしょ。で、このぐらい大きい魚は竹串だと不安定なので、こういう割り箸にしましょう。割り箸の先端をちょっとこう削って尖らせます。そしたら大根でまず固定ですね。そしたら頭を固定。ちょっとね、でかいな。こんな感じですね。1本じゃ支えにくかったら、こう2本立ててあげると。OK。で、尻尾も同じように立てます。おー、いい感じ。じゃあ持っていきますか。まだ殺風景ですけどね、これがどんどん華やかになってきますから。まず氷のエリアに、こういう竹ですね。竹を置きましょう。直で氷が当たっちゃうと水っぽくなっちゃいますんでね。そしたらここにまずツマですね。ツマはできるだけぐちゃぐちゃにならないように、しっかり収める。そしたら大葉ですね、2枚。そしたらここにまず切っていきます。ここは平作りでいきましょうか。カクッとしたのをボンボンボンとブロック状で置きたい。ではまず背中の方ですね。背中1本を使ってここに盛り付けたいですね。幅的にそうだな、6巻とかですね。なのでちょっと縁側を外して、うわ、もったいないな。1、2、3、4、5、6、7巻ですね。多分これでちょうどだと思います。ほら、あ、ちょうどですね。ぴったんこですね。もう一列置きたいですね。はい、こんな感じ。この角を大事に盛り付けていくと。そうしましたら次、この竹のエリアですね。ここどうやって盛ろうな。こういう風に盛りますか。なんで、そぎ切りで。この一本で、ここ一周はしたいですね。なんで、ちょっと薄めに切って、こんなもん、ちょっと太いか。で、こうですね。薄めに切って、こう盛り付けていくと。ちょっと伸ばして角を立てる。うわー、楽しいな。俺ね、姿作り作ってる時間が人生で一番幸せな時間だと思ってる。本当に楽しい。こうね、撮影忘れて無言になっちゃう時がありますから。ピーンと伸ばすこと、これポイントですね。こうですね。
はい、一周してこんだけ余りました。もう一周いけるか。はい、おぶし2本でここまで来ました。あと余りはこんだけですね。どうしような、もうねだいぶいいんですよね。ここにもうちょっと欲しいから、さっきのここの余りを使ってこっちから入れていって、4切れぐらいあればいいかな。1切れ、2切れ、2切れ、4切れ、まあ、こんなもんでいいでしょう。ここに盛り付けていくと、ちょっと曲げてこんな感じで、おー、いいですね。だいぶ余っちゃいましたね。背中2本でこんだけできました。そしたらお腹のこの縁側だけ使いますか。縁側はね、食べたい。クエの縁側はマジでうまいですから。手のテカテカ分かります？これ全部クエの油ですからね。縁側はここら辺にちょっと盛り付けておきましょう。真ん中にね、ちょんと。そしたらプチマリン、人工海藻ですね、これを添えて、ちょっと氷とは違う光沢を出す、なんかサンゴ礁っぽくていいですね。魚醤のイメージですね。この子は魚醤から出てきた子なんで、プチマリンで魚醤をイメージしていくと。よし、おいいね。まずちょっと色が殺風景なんで、ここに色を入れていきます。まず赤タデですね。赤タデは、そうだな、難しいですね。赤タデ、ここら辺いくか。ここら辺に赤持ってって、本当はトサカノリとかあるとね、また雰囲気が変わっていいと思うんですけど、今日の赤は赤タデだけなんで。で、僕の畑に生えてたなんか細長いタケノコ、多分食べれないやつ、これもあしらえとして使えるんですよ。長さをちょっとバラバラにして、そしてこれを後ろに立てていく。もうちょっと雰囲気出ますね。で、あとはわさびの葉っぱを乗っけて、ここに薄りおろしたわさびを置きましょう。ここにちょっとお皿を置いて、冷蔵庫にたまたまですよ、本当にたまたまあったいくら入れると、やっぱりね、白身だけの姿作りは結構限界あるんですよね。だから僕毎回姿作り作るときにマグロとかウニとか、あとサザエとか買うんですよね。ちょっとね、他の魚介が入るともう全然違うんですよ。いくらがこういう風に入っただけで全然違いますよね。これとこれ全然違くないですか。あとはモミジも刺しときましょうか。よっと、よし、こんなもんでいいでしょう。はい、これでクエの姿作りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが自分で釣ったクエの姿作りです。いい感じじゃないですか。うまそうですよね。で、今日クエでやったんですけど、どんな魚でもこのベースの盛り付けはそれっぽく見えます。こう頭と尻尾立てて、でその間にツマを引く、平切りで背中の方の肉1本で1段2段作って、でもう1本のおぶしと、足りなかったら目節2本を使って、ここにさーっと半月の薄作りみたいな感じで作ると。で、あとは隙間にこうやって色を入れてあげる。で、奥の方にこうやって四季のね、樹木類とか、で、このタケノコとかね、もう何でもいいんですよ。こう高さを出してあげる。クエより高い高さを出す。そうすることによってよりこう立体感が出て素晴らしく見えます。で、もっと言うとね、マグロとか貝類とかがちょんちょんって入ると、もうそれは旅館ですわ。本当にね、意外と難しくないんで簡単にできますよ。まあ、でもご自宅にこういうお皿をね、用意するのなかなか難しいと思うんですけどね。お魚好きの方はね、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。いいと思いますよ。さあ、行きますか。じゃあまずこれ行きましょう。クエの腹で作ったお吸い物ですね。もうこの油の浮きを見てください。これ僕間違ってサラダ油入れちゃったわけじゃないですからね。この全部クエの油です。で、吸い口はちょっと青い柚子入れました。いただきます。うまっ。甘いんだよな、出汁が。めっちゃうまい。もう体にスムーズに溶け込んでいく。香りがいいよな。やっぱりクエはうまい魚だな。本当に捨てるところがないですね。じゃあお刺身いきますよ。まずここら辺いきますか。ツヤツヤのところ、わさびをこのぐらいいっちゃいましょう。で、わさびを置いて、マキッとしてこうです。
そしてお醤油にちょっちょっと油がすごいですね。いただきます。うわうわうわうまっ。このサイズのクエだからこそのこの密室、このきめ細かさ。でもこの大きさでもクエの甘みとか香りはしっかりあります。全然硬くないですね。ほんで寝かし具合も抜群ですね。ちょうどこの甘みが出てきた頃合い。うん、うわうまっ。マジありがとうな、連れてくれて。本当に頭も尻尾も美味しく食べるから。いやもうほんと可愛い。クエの見た目ってかっこよさと可愛さ掛け持ちしてますよね。で身はうまい、釣って楽しい、もう最高の魚じゃん。じゃ次縁側いきますか。綺麗な縁側ですね。ちょんちょん、いただきます。うわうまっ。とろけますね。うわ後からすごいな、後から伸びがすごいね。追い上げてくるね、この香り甘みがね。ほんで全然くどくないんですよね。天然物のいい脂持った魚の脂っていうのはもう全然くどくない。すっきりとした甘みがあるんです。でちょっと箸休めでイクラとかね。うん、美味しい。というわけで本日は自分で釣ったクエの姿作りときましたら大飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、ジャン、銀色のやつ、ノンアルコール、久しぶりに登場。体を気遣わんとね、体は大事よ。最近それ本当思うね。最近ね本当僕ジャンクフードとか控えてるんですよ。昔はめっちゃ食べてたんですけどね、健康はお金じゃ買えないですからね。こちら7対3いただきます。うめえ。ノンアルコールでもビール飲んだ気分になりますから、それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分で釣ったクエを使ってクエの姿作り作ってみましたけども、うますぎだろ。やっぱりあの小型のクエ、刺身が正解。大型だともう少しこう弾力があって身の繊維も太くなるんで、お刺身でももちろんうまいんですけど、あのぐらいの小型のサイズの脂の乗った個体の方が僕はお刺身は絶対好き。なんで今日は姿作りにしたんですよね。もう釣れた瞬間に うわもう姿作りって思いましたもんね。いやマジでまさか撮れると思いませんでした。よかった、なんとなくカメラ回しといてもらって。ガチでびっくりしたもんな、あれ。完全にハマっちゃいましたね、クエ釣り。また行きます、近いうちに。今年中の目標にしちゃおうかな。15キロオーバーのクエを釣る、これ目標にしましょう。そしてクエ鍋を作る、そういう目標を立ててもよろしいんじゃないでしょうか。というわけで今日も視聴ありがとうございました。バイバイ。